どうもこんにちは、まみよしです。皆さん、プロジェクター使ってますか？僕はね、今までいろんなプロジェクター試してきたんですけれども、今回はですね、最上級のスペックを持ったこちらのプロジェクター、JM5 の N1 ウルトラの方を紹介していきたいと思います。やっていきましょう。まずはね、この JM5N1 ウルトラのスペックいいところっていうのを紹介していきます。今回のね、 N1 ウルトラに関しては左右360度、上下135度回転できるジンバル機能っていうのが搭載されてます。なのでこうやってね、上に向けて天井に投影するなんていう使い方もできますね。あと横に投影する時もこういうね、低い机に乗せてたとしても上に向けられるし、高いところに置いたとしても下に向けることができます。で、下側はこんな感じでターンテーブルになってます。スペックに関しては映画館にも採用される最新技術の3色 RGB のレーザー搭載、レーザーなので発色とかもかなり綺麗になってます。で、解像度は 4K に対応してて HDR10 にも対応してます。で、こちらのプロジェクターね、明るさっていうのがめちゃめちゃ明るくて 2200CVIA ルーメンになってるので、明るい部屋でもね、普通に見ることができます。まあ後でね、チェックしていきましょう。で、あとはね、これ台形補正っていうのはね、いろんなメーカー結構ねついてるんですけども、これね、壁に吸い付くようなシームレスな台形補正ができます。台形補正のね、速度っていうのがめちゃめちゃ速いです。で、プロジェクター画質は綺麗でも音質は微妙っていうものも多いと思うんですけども、こちらはね、ディナウディオの 10W のスピーカーを2つ搭載しているので、かなり音質も良くなってます。 Android に関しては Android TV11 を搭載してます。で、端子に関しては USB-A 端子が1つで、 HDMI 端子が2つあって、片方はね、 eARC に対応しているので、スピーカーとかをね、別途接続することもできます。ただこれ自体のね、音質っていうのがめちゃめちゃいいので、あまりね、スピーカーっていうのはつなげなくてもいいのかなと思います。で、あとこちらヘッドホンジャックですね。まあ周り音出せない時とかはイヤホンつなぐのもいいと思います。レーザー光源だし、明るさもめちゃめちゃ明るい、色も綺麗で、設置も楽で、取り回しがしやすい、もう完璧ですね。ということで早速ね、実際にこちら使っていきましょう。電源に関してはここにあるので、電源ケーブルを接続します。もうこれだけで使う準備は OK で、電源ボタンはここにあります。電源ポチッ。じゃあまずは起動時間チェックしていきます。ポチッ。起動時間はこんな感じで、今つけた感じなんですけど、画質めちゃめちゃ綺麗です。で、この状態でまずは設定の方を見ていきましょう。プロジェクター設定、今ね、シームレスに台形補正っていうのがされてます。プロジェクターをこうやって移動したとしても、台形補正っていうのがね、一瞬で瞬時になってるのがわかると思います。上下も同じくこんな感じで台形補正がリアルタイムでされます。今回ね、このロールカーテンに設置していきます。で、自動台形補正はもうしっかりね、かかってて、で、オートフォーカスももちろんあります。オートフォーカスでピント合わせて、ピントもね、かなり綺麗に、合ってますね。手動でね、こんな感じでフォーカスを合わせることもできます。まあ普通にオートフォーカスで OK ですね。で、デジタルズームがあって、こんな感じでね、大きさっていうのを調整することもできます。今回はね、ロールカーテンに合わせたいので、デジタルズームを使ってまずは大きさをちっちゃくしていきます。で、画面の移動で左右上下移動することもできます。結構ね、調整幅は広い、こんな感じで。で、回転でね、こんな感じで回転させることもできます。だいたいこんな感じでロールスクリーンね、しっかり合うように調整することができました。で、この設定はね、画面設定を保存で、モード1、モード2、モード3とかで設定を保存しておくこともできます。で、他には自動垂直回転、明るさも10段階 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 で調整することができて、自動調整っていうのもついてます。で、あとはブルーライトカットで黄色っぽくしたり、視力保護機能っていうのは、このプロジェクターの前にこうやって手とか出すと視力保護機能が稼働していますっていう感じで、目を守ってくれる機能ですね。まあ、こうやってね、ちょっと通りかかっただけでもこれ反応しちゃうので、個人的にはオフでね、全然いいかなと思います。で、インジケーターライトっていうのは本体の電源ランプになります。Google アカウントでログインするときはここで、デバイス設定で、まあ、映像調整、映像モードをビビット、標準、ゲーム、オフィスとかいろいろ設定できて、色温度とかっていうのもカスタマイズできます。詳細設定、こんな感じでフレーム保管っていうのも入ってますね。フレーム保管 MEMC っていうのは、まあ30フレームのちょっとカクカクした映像を60フレームぐらいに見せてくれるみたいな、そんな感じの機能になってます。まあこの辺はね、そんないじらないで標準設定で使うのがいいかなと思います。あ、でね、こちら AndroidTV 搭載しているので、 Google Play Store からね、いろんなアプリをインストールすることも可能です。設定に関しては
そんな感じですね。 Wi-Fi も接続したので、実際ねどんな映像が見れるのかっていうのをチェックしていきましょう。そして YouTube 見ていきましょう。 4K 映像を流してます。それがこちら。めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。こんな感じでね、文字も鮮明に映ってるし、映像もめちゃめちゃ綺麗ですね。どうでしょうか。そしてめちゃめちゃ明るい。この状態でね、ちょっと部屋の電気つけてみます。はい、電気ついてる状態でもこんな感じでね、普通に映像を見ることができます。普通のプロジェクターだとだいたいこの2ぐらいかな。でこっからどんどん上げていくことができると、めちゃめちゃはっきり見えるので、ちょっと明るい部屋でもプロジェクター楽しみたいとか、薄暗い部屋でめっちゃ綺麗な動画を楽しみたいっていう方には超おすすめだと思います。でそしてね、電気を消すとこんだけ綺麗に映ると。で、2倍速とかちょっと試してみますか。設定で速度を2倍。うん、しっかりね2倍速でも止まるとかカクつくとかそういったことはないですね。普通にね綺麗に見ることができます。早送りもしてみます。うん、まあ、家の回線によってなんですけども、特にねカクつきとかもなく、くるくるの時間も短く普通に再生することができます。進んで再生。うん、くるくる時間も特に長いとかはないですね。いやめっちゃ綺麗だな、これ画質。そしたらね、スピーカーの気になる音質の方をチェックしていきましょう。今使ってるピンマイクをプロジェクターのところに持っていきます。はい、今実際に流してみたんですけども、音質ね低音もしっかりしてるし普通にいいです。しかも音量に関してはこれ4分の1ぐらいしか出してないので、半分とマックスでやってみます。まずは半分。めちゃめちゃでかい。じゃあ次マックスね、ちょっとだけやってみます。やばい、めちゃめちゃ音量出ます。なのでスピーカーに関しても高音質だし、映像も 4K まで出せて高品質と。そしたらね、今は壁に投影してるんですけども、次はね天井に投影の方をしてみましょう。画面にセットしてでかくして、あれだな、思ったけどこのデジタルズームで画面を小さくすると画質はちょっと荒くなるな。これ大きさ補正はできるだけやんないで、こうやって大画面で表示した方がかなり鮮明に映ってます。さっきよりもクリアに見える。でこの状態で天井に投影していきます。まずプロジェクターを床に下ろして、今プロジェクター床に下ろしました。でこれねベッド脇に今投影してるんですけども、こうやってねここプロジェクターとの距離、まあ、大体30、40センチぐらいなんですけども、40センチでもねしっかりピント合いますね。ただ画面はちっちゃい。じゃあそうしたらこのまま天井に投影していきます。じゃあ天井投影いきます。シュー、はい、こっち向きがいいか。はい、天井に投影しました。天井でもめちゃめちゃ綺麗。なんか出てるな。天井投影により最適な画面調整を設定すれば以降自動的に適用します。なるほど。おーおー綺麗。こんな感じで天井に投影することができます。これ天井に投影すればこんな感じでベッドに寝っ転がりながら大画面でね映像を楽しむことができます。うわこれめっちゃ快適だな。であとはね天井との距離が遠ければ遠いほどさらにね画面も大きくすることができます。あとこういったシーリングライトとかを設置してる場合は若干ねこういう段差が生まれちゃうので、できるだけ広い部屋、そして天井が高い部屋でやるとこんな感じでねかなり快適に寝ながら映像を楽しむことができます。しかもゲームとかもねこれHDMI で接続すればできるので、寝ながらゲームっていうのもできますね。あと台形調整すると、どのプロジェクターもそうなんですけども、このライトの中にこう映像が入るっていう感じですね。いやめちゃめちゃいいなぁ。で気になるねプロジェクターの動作音なんですけども、明るさによって違います。まずは明るさマックスの時から、顔を近づければ音はねもちろんするんですけども、かなり小さいですね。空気清浄機弱の方が大きいぐらいの音になってます。でこの状態で明るさを1に下げます。そうするとほぼほぼしない。で明るさ1から順に上げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。なんか一回明るさを落としたら音をしなくなったので、やっぱ熱かな。10にしてしばらく使ってると熱くなってファンもあるしっていう感じだと思います。そうしたらねちょっとパソコンつなげてみますか。この状態でねパソコンと HDMI 接続していきます。
接続すると、あ、自動的にね、HDMI を認識してくれて、画面を切り替えてくれる感じですね。こんな感じでね、パソコンの映像を出力することもできます。4K でめちゃめちゃ綺麗だし、あとは PS5 とかゲーム機をつないでゲームを楽しむなんていう使い方もいいと思います。ちょっとゲーム、なんか起動してみます。ゲーム起動してみました。うわ、めっちゃ綺麗。こんな感じでね、プロジェクターつなげば 4K でね、ゲームを楽しむこともできます。で、ゲームをやるときに関しては、映像モード標準だとちょっと遅延あるんですけども、映像モードゲームにすることによって遅延をね、ほとんど感じずにゲームをプレイすることができます。ということで、いかがでしたでしょうか。 GM5 の N1 ウルトラ、画質いい、音質いい、画面でかい、設置が楽、このスペックはすごい。まあ、ただね、その分お値段もちょっと高いので、お金かけてでもいいから高級プロジェクター欲しいっていう方はぜひこちらを検討してみてはいかがでしょうか。概要欄にね、製品リンクとかいろいろ貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。以上、 GM5 の N1 ウルトラのレビューでした。バイバイ。